どうもひろはスです。今回のテーマはこちら。スチームサマーセールおすすめ開発ツールということで、確か去年もやった気がするんですけど、今年もね、この季節がやってまいりました。ということでですね。7月8日までなので、もうね、あとちょっとしかないんですけど、こんな感じでいろんなゲームがね、セールになってるという感じなんですが、Steam ってね、開発ツールも売ってるんですよ。なので今回は、Steam で売ってる開発ツールの中から、今セールをやってて、さらに僕がおすすめしてるツールを紹介していきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。 はい、では早速一つ目ですね。今、RPG スクール初夏セール最大90%オフって書いてあるんですけど、これ、RPG スクールに限らず、もうスクールシリーズは全部セールになってますね。目玉はこちらですね。RPG スクール MZ、最新の RPG スクールですね。こちらが30%オフとで。RPG スクールって、まあ、過去作も全部セールになってるんですけど、今買うなら、この古いやつらじゃなくて、まあ、最新のこの MZ を買った方が絶対いいかなと思いますね。あとはですね、そういうスクールシリーズで 使える素材なんかも全部セールなの ですね。で、まあ、あと二つ代表としては、アクションゲームツクール MV と、こちらですね、ラノゲツクール MV ですね。75%オフということで、まあ、6400円が1600円になってるんで、まあ、欲しかった方はね、まあ、この機会に買った方が絶対お得なので、ツクールシリーズ欲しかったなっていう方は、ぜひ、この機会に買っていただければなと思います。次におすすめなのが、ゲームメーカーですね。ゲームエンジンで 2D のドット U のゲーム作るなら、このゲームエンジンすごく有効なんですよ。まあ、ドット U に限らず、2D のゲームは何でも作れるんですけど、まあ、あと 一部 3D を使う機能も一応入ってるんですけど、まあ、メインは 2D のゲームですね。まあ、作られたゲームで有名なのは、やっぱりアンダーテールですかね。他にもこうゲームメーカーで作られた有名なインディーゲームたくさんあるんですよ。で、ライセンスごとに販売してるんですね。うデスクトップ っていうのを買うと、Windows とか Mac のデスクトップ用としてゲームを販売できると。で、このモバイルってやつを買うと、iOS、Android にリリースすることができると。販売するハードごとにちょっと買わないといけないんです。まあ、それがちょっとね、Unity とか最初は全部無料でできるし、無料でリリースもできるので、その手がね、ちょっとね、始めるコストがね、かかっちゃうんですよね。例えばデスクトップだけ買っといて、モバイルで出したくなったら、後でモバイル買う。っていうことも可能なので、あとは30日間無料で試せるので、まあ、興味ある方、まずは、 会見版をダウンロードして試してみた方がいいのかなって思いますね。次、開発ツール、こちらですね。SRPG スタジオめちゃくちゃ簡単に言うと、2D のファイヤーエムブレムを作るツールですね。この映像で見ると。 すごくわかりやすいんですけど。まあ、あキャラクターとかマップとか作れてっていう感じですね。まあ、RPG ツクール使ったことある人だったら簡単に作れるのかな。ただ、これ、えー、Windows 専用なので、Mac ユーザーの方は使えないですし、作ったゲームも Windows 用でしかリリースできないので、まだ一応商用利用もできるので、もしファミコンスーファミ DS 時代のファイアエンブレム作りたいよっていう方は、ね、まあ、検討してもいいのかなとかね、脅威の75%オフなんで、買うなら絶対セール中の方がお得ですね。次に紹介す するのがこちらスマイルルゲーームビルダーですねこちらは 3D グラフィックの RPG を作るソフトですね。まあ、RPG 作るの 3D 版っていう感じですね。まあ、こういうマップ作るツールとか、イベントを作るツールとか、一通り揃ってるという感じですね。で、体験版もあるので、一応買わずに試すこともできると。で、しかも割引率が。 1割引きなので、もうこれはセール中に買った方が絶対いいですね。で、こちらのソフトも、これ基本的に Windows 専用なんですけど、これがね、すごいことにですね、ダウンロードコンテンツで Exporter for Unity ってやつがあるんですよ。これを使うと、なんと、このツールで作ったプロジェクトをそのまま Unity に書き出せるんですよ。なので、Unity から iOS とか Android とかモバイルにも出力できるということなので、で、しかもこの Unity 出力プラグインも80%オフになってるんで、いや、面白いツールですよね。まあツー 内で完結してるのにこうユニティに出力ができちゃうというまあ、興味持った方はですねとりあえずこの体験版で試していただいてこれなら3 d の rpg 作れちゃうなと思ったらですねこのセールのうちに買っていただければなと思います次はこちら、ティラノビルダーですねまあ、これもビジュアルノベルを作るツールですね完全にねプログラムなしでこういう感じでツールでこのメッセージとかグラフィックとかを表示させるのを組んでいく感じですねこちらも34%引きとなかなか中途半端な不思議な割引率なんですが、まあ、作っ windows mac iOS、a n d r o i、OS、と、モバイル向けにもリリースできるみたいなので、ビジュアルノベル作りたいけど、プログラムか無理だなと思う人はですね、こちら買っていただければなと思います。 次はこちら。ここからはグラフィックツールですね。これは a ースプライ e これはもうドット絵描くソフトではもう一番有名なソフトなんじゃないですかね。日本語の講座とかもたくさんあるので、まあ学習はしやすいかなって思います。こちらも25%オフということで。もう a ースプライ e ってあんまりセールやらないんで、欲しかった方はぜひ、このセール中に買っていただければなと思います。次は 3D のツールですね。サブスタンスデザイナー e アドビに買収されたんですけど、こちらもね、ちゃんとセールしてますね。まあさっきの PV とかはこんな映画とかこんなゲームで使われて ますよ。みたいなね。アナ雪にも使われてるみたいな。あのプロモーションビデオが流れるんですけど、ツールの操作風景とか一切 pv で見せてくれないいや、なかなか、ね、使ってる作品見ればわかるだろう。みたいな自信が伺えるんですけど、まあこんな感じでね。質感とかを作っていくソフトですね。まあ、3d やってる人なら、まあ、誰でも知ってるツールなんですけど、まあ、こちらも34%流行ってんのかな？これ34%オフなんですけど、まあでもね。まあ、元が高いんで1万5 9 0 0円なのでまあ、34%引きでもま5000円ぐらい引かれてるんでね。やっぱりセール中ってこういう高いソフト。 買うとね、すごく得なので、もともと買おうと思ってたっていう方はね、いいと思いますね。次はこちら。e ージー p o s ーって書いてあるんですけど、絵を描く人の下絵を作るソフトですね。これもともとスマホ版があって、スマホ版は無料なんですけど、まあこういう感じでいろんなポーズつけて、それを下絵にイラスト描けますよという感じなんですけど、まあスチーム版はね、有料なんですけど、これスマホ版は追加コンテンツで課金して新しいポーズとかを買ったりするんですけど、PC 版はまあそれがもう最初から全部ついてくる感じですね。 こんな感じでポーズ作って、下絵にしてね、みたいな感じですね。まあ、無料のスマホ版使ってもいいんですけど、やっぱりね、イラスト描くのって PC で描くんで、PC 上でポーズ作って、すぐその画像、イラスト描くソフトにすぐ持っていけた方が、やっぱり楽なので、PC 版買った方が、作業効率上がるのかなって思います。最後こちら、クロコタイル 3D。これはちょっとね、番外編というか、おすすめというか、すごくこれ面白いなと思ったソフトなんですけど、この画像の通りに、このマップチップ、 をを先にに用意しておいてていいいいいそれを3 d 空間に置いていくっていうモデリングソフトななななんですよなかなか面白いなと思普通、背景モデルって、モデル作ってからテクスチャー描いて、それを貼っていくっていう、そんな感じで作っていくんですけど、この場合も、あらかじめこのテクスチャーを用意しておいて、テクスチャーを空間上に置いていくっていう感じなので、まあ、UV 展開して、テクスチャーを割り当てていくみたいな作業が省かれてるので、こういうドット A 風なマップとか作るんだったら、こっちの方が絶対早く作れるんだ ですよ。もう作業工程が1個丸ごとなくなってるんで、いやすごく面白いソフトだなと。で評価もすごく高いし、アップデートも月1ぐらいでずっとされてるんで、で一応このタイル状にしか置けないかっていうとそうじゃなくて、頂点の位置はちゃんといじれるので、こう簡単な車とかローポリのキャラだったら作れちゃう感じですね。いや面白いな。ドット絵得意だけど 3D 全然やったことないっていうのが背景モデルとか作るのはすごくいいんじゃないかな。3D デビューにすごくいいかなと思いましたね。まあ、多分ハイポリモデル 作るっていいうのは結構厳しいんですけどだまあ全然セールしてないんですよね。10%オフなんで、あんまり定価と変わらないんですけど、まあ興味ある方、試していただければと思います。 はい、ということで、今回は Steam サマーセールおすすめ開発ツールを紹介しました。参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。Steam、まあのサマーセールね、年に1回のお祭りなので、まあゲームもめちゃくちゃ安くなってるんで、ぜひ見ていただきたいなって思うんですけど、PC でゲームやるメリットとして、やっぱりゲームが安く買えるっていうのがあるんで、まあ明らかにね、お店より安く買えるんですよね。なんかもう、信じられんセールするんで、なので、開発にだけ使うのもったいない。あのゲームが作れるレベルの PC だったら、こう、まあいろんなゲーム、その PC でちゃん 動くと思うのでぜひもう年に1回のお祭りなんでセール楽しんでいただければなと思いますこんな感じでいつもゲーム開発情報を配信していますツイッターインスタもやってるのでぜひフォローお願いしますではまた